おい、おい、早く早く、こっちこっち、警察警察。クゼ、あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ、殺す気でかかってこいや。
した気が。すげえ。なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島君が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日京へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日京連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を打たせるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日京連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日京連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。